先生、ちょっとお時間もらいますね。このサイトが良さそうですね。は、先生、今巻き寿司の作り方を調べていたんです。今週末は節分ですから、作ってみようと思いまして。手順は、海苔の上に酢飯と具を置いて巻く。なんだか難しそうですね。私のカードで買っちゃいましょうか。ではお付き合いいただければと。うまくできなくても文句はなしですよ。ブルーアーカイブ。